天皇皇后両陛下がウズベキスタンの大統領夫妻を皇居に招き昼食会を開いてもてなされました天皇陛下と和服姿の皇后さまは20日午前皇居の宮殿で来日中のミル・ジョーエフ大統領夫妻を出迎え握手を交わされました懇談で大統領は現在のウズベキスタンの土地に多くの日本人抑留者がいたことに触れ 今でも日本人の墓は大切に管理されています。と話し、陛下は感謝を述べられました。その後の昼食会では、秋篠宮、ご夫妻など皇族方も参加し、1時間ほど食事を楽しまれました。大統領夫妻は考えを学ぶ、大学の出身で水の研究者である。陛下は夫人と環境破壊により、10分の1が干上がった湖アラル海の問題について会話をされたということです。